まるよ。こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、MSX ゲームリーダーだぜ。MSX 関連のものなんでしょうけど、なんか箱めっちゃシンプルね。うん、まるでバルク品の箱のようなシンプルさだな。で、これはどんなものなの？こちらは Windows PC 上で MSX のゲームをプレイするためのカートリッジリーダーとエミュレーターがセットになってるもので、中身取り出すと本体とドライバ CD が入っておりました。ちなみにこちらアスキーが2004年頃に販売したものです。併用は公式のエミュレーターで MSX が遊べるものってことね。あんま詳しいこと知らないのでやたらなことは言えませんが、多分そうだと思います。ただこれ Windows XP 時代のものなので、 Windows 10や Windows 11では使えません。互換モードでもダメなの？一応試してみたけどダメそうでした。まあでもなんかこれのエミュレーターにはいくつかバージョンがあって、 MSX マガジン永久保存版3ってのに付属されてるものだと Windows 10でも動くとか動かないとか。ただこれ今買うとすると結構なお値段する上に、これでも Windows 10や Windows 11で使えるか定かではないようなので、ちと手が出しづらいです。確かに一か八かで試せる金額じゃないわね。てか、じゃあこれ現状どうしようもないんじゃないの？うん、なので実は買ってみたはいいものの、数年間うぷ主家の一時保管場所に寝かされ続けておりました。ダメじゃない？まあでも XP の入った PC でなら普通に使えるはずなので、 XP の入った PC 使えばいいだけです。いや、じゃあなんですぐそうしなかったのよ。押し入れの奥底深くにしまい込んだ XP の PC 取り出すのが面倒だったからです。そうですか。でもまあ最近 MSX0 も着弾して、うぷ主の中の MSX 熱が高まっているので、今なら頑張って準備できそうだと思ったので、このタイミングで動画にすることにしたんです。今やらなきゃ多分この先当分の間寝かされ続ける羽目になってたわね。これ、その可能性は非常に高かったです。ってことで、まあどうにか環境は整えたので、あとはこいつの外観ざっと眺めたら実際に使ってみましょう。まずは上面にはこんな感じでカートリッジスロットがあります。ここに MSX のカートリッジを挿して使うわけね。で、前面と側面には特に何もなく、背面に PC と接続するための USB ポートがあります。ちなみに USB はタイプ B です。プリンターなんかでよく使われてるやつね。うん、ケーブルは付属してないので、ケーブルは部屋に転がってたプリンター用のやつを使います。で、最後裏面ですが、ここにはディップスイッチがついていて、このディップスイッチはそのまま使う分には特にいじらないようなんですが、もう一台 MSX ゲームリーダーをつなげて2スロットに対応させる時なんかに切り替えるようです。へえ、これ2つあれば2スロットも対応可能なのね。まあでもこれ当時定価で11,000円くらいしたっぽいから、2つ揃えるのは結構大変だったろうけどな。うん、結構いいお値段するのね。てか、うぷ主はこれ一体いくらで買ったのよ？確か中古で13,000円くらいだったかな。いや、なかなかな額だし。まあでも箱説にドライバ CD もちゃんと揃ってるから、当時の相場考えたらそこまで高くはなかったんじゃないかなと。てか、そもそも限定生産で生産数もそんな多くないだろうから、あんま出回らないと思うので、見かけた時に買っとかないとかなぁと。そうですか。まあとにかくざっと外観は眺められたので、もろもろセッティングしてそろそろ動かしてみましょう。アイタッチ。はい、ってことで、実はいろいろ設定手間取ってめっちゃ時間かかったんですが、まずはどうにかノート PC の VGA 出力を HDMI に変換してのキャプチャーに成功しました。ちなみに変換に使ったコンバーターは、以前アップキング2の VGA 出力を HDMI に変換するために買ってみたものの、 PC 専用品でアップキング2じゃ使えなかったやつを使ってます。いや、それはいいけど、なんでモザイクかかってるのよ。当時使ってた状態そのままだったので、いろいろ個人情報満載だったからです。いや、デスクトップくらい整理しておきなさいよ。で、まあ試しにグラディウスを挿してみたんですが、ってな感じで無事起動しました。とりあえずちゃんと動いたようでよかったけど、これ全画面表示はできないの？全画面表示もできるけど、そうすると解像度が変わって、うぷ主の使ってるキャプチャーだと録画できなくなっちゃうもんで。なるほどね。ちなみにノート PC の画面直撮りになりますが、全画面表示するとこんな感じです。うん、キャプチャーしないなら全画面表示も問題なさそうね。まあ今回は Windows 表示でキャプチャーしたものをアップにした映像で見ていきます。あと PC と一緒に発掘したエレコムの古い USB のゲームパッドも試しに繋いでみたんですが、それで問題なく操作できております。うん、XP の PC さえあれば割と快適に遊べそうな感じね。
そうだな。まあ、ウプ主家の場合実機がすぐ動かせる状態にあるから準備考えると実機でプレイする方が楽かもしれないけど。いや、じゃあそもそもなぜこれ買ったのか。ワンチャン Windows 10や11で使えないかと思ったのと、ROM を吸い出してファイル形式で扱えるんじゃないかと勘違いしてたからです。そうですか。ってことはこれ使うときはちゃんと毎回カートリッジ刺さないとダメってことね。うん、レトロフリークみたいに一回インストールすればカセットなしで遊べるとか言った代物ではありません。まあ技術がある人ならその辺も自分でどうにかできたりもするのかもしれないけど。あとはどうやらこの MSX プレイヤーってエミュレーターはフロッピーのゲームにも対応しているようなんですが、試しに FDD 繋げてEASE 3起動してみようと思いましたが、どうやったらフロッピーのゲームが起動できるのかようわかりませんでした。その辺は説明書に書いてあるんじゃないの？残念ながら説明書にはその辺のことは特に書かれてなかったし、ネットでも調べてみたんですが、ウプ主には有益な情報を見つけることはできませんでした。ってことはフロッピーに関してはお手上げってことね。ってことです。まあカートリッジのゲーム同様フロッピーも逐一差し替えないといけない感じだとしたら別に実機でやればいい話っちゃいい話だしな。なんか今のところウプ主の場合だとあんまこれの利点ない気がするわね。そうだな、ステートセーブ機能とかもないみたいだし、強いて言うならなんか表示速度やら動作速度やらいじれるくらいかな。いや、急にめっちゃ速くなって一瞬でやられたし。うん、まあそりゃ速度上げるとまともに操作できなくなるよな。はい、じゃあ、ってことでまあ XP の PC さえあれば MSX ゲームリーダーでカートリッジのゲームはちゃんと遊べることは確認できたわけなんですが、それ以外の使い方に関してはウプ主にはようわからんという結果に終わりました。これも素人にはちょっと使いこなすの難しそうだったわね。うん、まあそもそも古いものだし Windows 10や11に対応してない時点で普通素人はそうそう手を出そうとは思わないだろうけどな。いや、そう思うならなぜウプ主は手を出したのか。さっきも言ったけどワンチャン Windows 11や10で使えないかと思ったのと、ROM 吸い出してファイル形式で扱えるんじゃないかと勘違いしてたからです。要はどっちも当てが外れたってことよね。うん、まあだから今の今まで放置してたってのもあります。まあでも実機がなくても XP マシンさえあれば気軽に MSX カートリッジのゲームがプレイできるので、これ自体はなかなかいいものだと思います。けどそろそろ XP の PC 用意するのも大変そうな気がしますけどね。XP の PC はまだ持ってる人結構いるだろうし、軽くヤフオク覗いてみたけど XP のノートとか数千円出せば買えるかと。まあそれ以前に MSX ゲームリーダー手に入れる方が大変かもしれないけど。確かに。ってことで頑張ってもろもろ準備して使ってはみたものの、今一つウプ主にはうまく使いこなせない感じでしたが、今回は以上です。てか今回は本当に軽く触ってみただけって感じだったわね。まあ PC の外部出力の設定に手間取って時間食っちゃったので、そのせいもあります。そうですか。ってなわけで動画的にはちょっと短いですが、今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.